これね、竹なんですけど、よーく見るとね、これほら葉っぱがあって、これ何でかっていうとね、これ竹の花なんですね。実はね、竹の花ってね、こんな風に咲くんですよ。ほらこういう風にね、葉っぱがあって、でこれが花ですね、この部分が。でこれね、なんか50年とかね、なんか100年に1回とか、なんかそういう風に咲くらしいんですけど、去年もね竹の花が咲いて、で竹の花が咲くとね枯れちゃうらしいんですよ。でこっちとかね、ほら枯れちゃって、もう茶色くなっちゃってるね竹とかあるんですが、新しいのがね今年もうどうかなと思ったら生えてきたんですが、そのね生えてきたやつにもうね、こんなにねまたね花が咲いちゃってるんですよ。で50年に1回とかって言われてるんですが、またね今年も花が咲いちゃったんで、またこの竹がねどうなっていくのかなって、ほら去年のやつ、ほらこういう風にね竹が茶色くなっていっちゃって、でも枯れていくらしいんですよね。ということでした。まあ竹の花、まあ知らない人はこんな感じなのが竹の花です。それでは皆さん、さようなら。